やっぱり分かっていたことだが、日本のマスコミには愛国心のかけらもない。動画をご覧いただきましてありがとうございます。陳長家でございます。先日19日ですね、昨日ですか、安倍元首相、今安倍議員ですね、がですね、靖国神社に参拝いたしました。そのことがですね、自分のツイッターでツイートされているわけなんです。それに対してですね、例によって例のごとく、韓国はですね、政府を挙げてですね、それについて、遺憾の意を表しているわけです。韓国以外ですね、例えば中国なんていうのはですね、ほとんど、反応してないようなんですけども、韓国はですね、反日に対してはですね、熱心であってですね、コツコツ努力する人たちなんで、こういうようなことをですね、見過ごさないんだろうなというふうに思うわけなんです。これはですね、明らかに韓国政府のやってることっていうのはおかしいわけなんですね。で、韓国政府がですね、おかしなことをやるっていうのはですね、毎度のことだから、大して驚きはしないんですけど、実はですね、私自身が問題にしているのは、その韓国の行動に対して日本のですね、知識人であるとかマスコミであるとかっていう人たちがですね、批判しないこと、これがですね、非常に大きな問題なんだろうなというふうに思うわけなんですよ。これどういうことかというと、つまり日本のマスコミっていうのは、韓国のデタラメ、韓国のインチキに対してはですね、声を上げないということなんです。で、韓国はですね、いかにデタラメなことをやってるかというとですね、まず第一に、彼らのやってることというのは日本に対する内政干渉なんですね。日本の総理大臣がですね、靖国神社に参拝するということに対してですね、なんで外国人であるですね、韓国政府なりがですね、声を上げる必要があるんだと。関係ねえだろっていうふうに思うわけなんですよ。ね。例えば日本国内においてね、靖国神社に参拝することはけしからんという人がいても、私は全然構わないわけです。私自身は靖国神社にですね、総理大臣が参拝するべきだと思っていますけれども、そうじゃないという考え方があってもですね、私は構わないわけです。で、そこで議論が、起きて、最終的に日本国民として、どのような追悼がいいか、いつどういう人たちが追悼するのかってことを決めていけばいいわけですからね。だから日本人としてそういうことに声を上げるってことは全然構わないし、それは私は、謙虚に受け入れるべきだなと思うわけです。だけどですね、外国人がですね、外国のですね、追悼について口出しするっていうのはですね、僭越なわけですよね。日本人に対する侮辱行為ですよ。で、ましてやですね、それが個人が行ってるならまだしも、例えば韓国のですね、一個人なりですね、ジャーナリストとかですね、学者先生とかが言ってるならまだしも、韓国政府がですね、日本に対してそういうようなこと、言説をするっていうのはですね、これはもう明らかに行き過ぎな行動なわけですね。で、なんでこういうようなことに対して日本のマスコミの人たちは、これは内政干渉だろうというふうな声を上げないんだろうかというふうに思うわけなんです。もう一つ言えるのは、この安倍議員はですね、これは先ほど言いましたように、総理大臣辞めてるんですよね。一議員なんです。この一議員の人たちが、その参拝するかどうかなんていうのはですね、まさに本人たちの勝手なわけですよ。さっき言ったようにですね、日本国民が一議員であってもですね、それは行くべきじゃないって考えるなら、それはそれで一つの意見ですよ。でもそれをなんで外国の政府がですね、言うことがあるんだろうなというふうに思うわけです。日本国総理大臣とかで言うんだったら、日本を代表する立場になるわけです。ね、だけど、一議員であればですね、日本政府とかを代表しているわけじゃないわけです。確かに国民の一部をですね、代表しているんですけど、これは日本政府の意思とか、日本国の意思ということにはならないわけです。だから、一議員になった安倍晋三さんがですね、参拝するかしないかということに対して、少なくともですね、韓国政府がですね、声を上げるべきではないわけです。遺憾の意を表するなんて言いますけど、それはこっちの方がよっぽど遺憾なわけですよ。なんでこういうことに対して日本のマスコミは声を上げないんだろうかと。日本の知識人というのは声を上げないんだろうかって思うわけです。彼らは内政干渉ということを容認してるわけですよね。これが本当の日本の、ね、彼らが本当に日本人だったとするとですよ、本当の日本の知識人は日本のマスコミなんだろうかっていうふうに思うわけです。外国から内政干渉することに対してこんなに許容するっていうのはどういうことなんだろうかっていうふうに思うわけですね。それからですね、もう一つ、このことについてですね、抗議の声を上げなきゃいけないという理由があるんですけども、なんで韓国が靖国神社についていちいち文句つけんだと。これはですね、中国ならですね、まだね、理屈が通らないわけじゃないんですよ。どういうことかっていうと、影響戦犯というのはですね、いわゆるその、第二次世界大戦とか日中戦争とかでは対象になってるんですよ。一応ですね、範囲とすると1928年から1945年までっていうのが、範囲になるんですね。一番広く取った範囲でいうと。だけど、これはですね、韓国関係ないんですよ。東京裁判というのはですね、基本的に韓国関係ないんですよね。例えば彼らが言うですね、よく言っている、1910年のですね、日韓併合であるとか、1919年の三一独立運動なんていうのはですね、東京裁判のことについては全く関係ないわけなんですよ。だから東京裁判の永久戦犯が合意されている、そこに参拝することは、いわゆる国際社会を復帰するときの約束違反になると、いうような理屈であったとしてもですね、その中に韓国は関係ないんですよね。だから永久戦犯が合意されている靖国神社に参拝したからといって韓国人を傷つけるなんてことはありえないわけですよ。
で、こういうようなデタラメをですね、韓国政府は言ってるわけですよね。で、それに対してね、韓国政府が言うのはですね、まあ、遺憾ではあるんですけど、まあ、その韓国政府が言うのは仕方ないですよ。だけど、それに対してなんで日本のマスコミや日本の知識人という人たちは声を上げないのかなっていうふうに思うわけなんです。ね、彼らはそんなこと知らないわけないんですよ。一応頭のいいと言われてる人たちですからね。なんでそんなことを声を上げないんだろうか。これはですね、まあ、簡単な話ですね。要は彼らというのはですね、まあ、反日だからですね。反日。私は反日の定義というのはですね、何度かこの一連の動画でお話をしていますように、ことさら日本の悪口を言い、ことさら日本の不幸を喜ぶ態度、言動、傾向だというふうに言っています。キーワードはことさらです。つまり、特にとか、あえてとか。まあ、つまり、大したことじゃないけどですね、あえて日本の悪口を言うようにねじ曲げたりするわけです。普通に売春婦だったのをですね、性奴隷でしたみたいな言い方をするわけですね。これが反日なんです。で、このようにですね、いわゆるその日本のマスコミであるとか、日本のですね、知識人っていうのはですね、基本的に反日なんですね。で、なんで彼らが反日になるのかっていうと、それは彼らがですね、政治的な敗北者だからですよ。政治的な敗北者、政治的な負け犬。政治的な敗北者というのは自民党に負けてるということですね。日本という社会の中において自分たちはいつも選挙に負ける。選挙に負けるということはルール作りに参画できないということです。そして自分たちの嫌いなルールがですね、どんどん自民党からですね、まあ、押し付けられてくるわけですね。それはやっぱりムカつくわけなんですよ。ちょっと、まあ、考えてみれば分かりますけど、枝野新党とかできてですね、在日コリアンに対する地方参政権とか付与されたりするとですね、やっぱこうムカつくわけですよね。なんでこんなとんでもない法律が通っちゃうんだみたいな話になるわけですよ。やっぱりそういうですね、まあ、不満、ストレス、そういうものをですね、何とかして解消したいわけですね。その解消する方法というのが、要は反日。日本の悪口を言う。ことさら日本の悪口を言う。ね、そのためには、悪口を言ってくれる韓国であるとか中国という存在がですね、自分たちの仲間同士になるわけですよ。まあ、それは彼らが勝手に思ってることですけどね。だから彼らは、韓国だとか中国とかに積極的に迎合して、このような無理無態に対しても声を上げないんです。韓国が反日をしてくれること。それが日本のマスコミだとか知識人の人たちの自分たちの心の隙間を埋めてくれる存在なんだと。そこで彼らにとって邪魔なのは何かっていうと、愛国心なんです。国を愛してるっていう心、これをですね、どん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 麻痺させるわけです。なぜならば、日本の悪口を言ってくれる存在に対してですね、まあ、いわゆる迎合するわけですから、日本を愛してるとですね、やっぱり苦しいわけですよ。まあ、旦那さんの悪口ばっかり言ってる奥さんっていうのもたくさんいるんですけど、その奥さんに対してですね、本当に旦那の悪口とか言ったりするとですね、奥さん怒ったりするんですね。そこまで言うことないじゃないのみたいなね。結構面倒くさかったりするんですけども。まあ、つまりですね、そういうことなんですね。本当に愛してるんだったら、その愛してる存在をですね、まあ、悪口言われたらですね、反発するはずですよ。だけど、それ反発しないでですね、韓国のですね、こういう無理無態に対して積極的に迎合する。少なくともですね、消極的に迎合している。まあ、反論しないってことは消極的に迎合してるわけですからね。ということはなぜかっていうと、結局彼らは反日になる。なぜ反日になるかというと、政治的に敗北してるから。そして彼らはそれに適応していくために、愛国心というのをどん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 なくしていくわけです。愛国心は反日をするためには邪魔なんです。国を愛していたら反日はできないんです。そうやって愛国心を麻痺させてきた存在、それが日本の最後であり、マスコミであり、学者先生になる。韓国が一議員になった安倍晋三議員に対して靖国神社に参拝するなと遺憾の意を表するというのはですね、これは日本に対する内政干渉であり、反日行為であります。それに対して声を上げないというのは、それを認めたことになります。少なくとも日本のマスコミや知識人というのは声を上げることができるはずです。それをやらないというのは、結局日本の知識人、日本のマスコミというのは反日であり、彼らにとって愛国心というのは邪魔なんだと。愛国心を麻痺させた存在、それが彼らなんだということをですね、私たちは強く認識するべきだなというふうに思います。動画を聞いていただきましてありがとうございます。またですね、下の方にブログ、ツイッター、LINE アットをつけてあります。登録していただいてありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。